そなたのご心臓さん亡くなって何年になる？10年になりまする。はあ、供養はしておるのか？墓参りは欠かさずに。町に忍びが紛れ込んでる。忍びを消すことが忍びに消されたご心臓さんへの一番の供養だ。よいな。
ご苦労だったな、炭野。すべては里のためじゃ。この里も奴らに目をつけられたのでしょうか。わからん。ただこのまま手をこまねいているわけにもいかんのかもしれんな。行くたびの月日の後、我らの里より選ばれし同時、この地を揺るがす有事を救うであろう。その時が来るまで一族を絶やさぬのがこの里に古来より伝わる掟、そして我らが生きた証となるのじゃ。心得ております。炭野、お前に新たな仕事を頼みたい。あんたたちは上手だね。へったくそ。それじゃあ敵が来たらやられちまうよ。一番最初に逃げたりして。なんだと。やめなよ、味方同士で。くれます。すみね、また行くの？うん。そっか。いいよ。外れ。街はここより面白いかな。どうだろうね。面白いよ、きっと。遊びに行くんじゃないよ。ああ、私もスミネみたいに街に行きたいな。そのうち行けるだろう。ちゃんと戻ってきてよ。スケジュール殺されたんだって。なあ、他にも二人ほどやられたんだって。そのうちの一人は銃で撃ち殺されたらしいぜ。かあ、何でもありかよ。怖いね、忍びってのダメなトンボだな。ほんと何やらしてもダメだよな。つまんねえやつ。自分で何とかしな。お前なんて誰も助けてくれねえよ。
んた誰だ。見かけねえ顔だな。いらっしゃいませ。おこうってんですよ。そうかい。大将も隅に置けねえな。何言ってんすか。あの子はね、おじの知り合いの、海鮮問屋によく顔を出してた、卸商の息子さんのね。なんだよそれ。あ、こっちにも酒くれ。はい。で、でやるな。トーゴルさんのお子がいかけて無茶なことやらかしてんだ。トーゴルさん、トーゴルさん、ほら起きて。ね、レンちゃんが、レンちゃんが、ほら起きなよ、トーゴルさん。レンちゃんが、トーゴルさん、起きなって、ほら、レンちゃんが。子供があんな時にそんなに酔っ払って。まあお子ちゃん、それくらいに。子供を大切にできないなんて親じゃありません。あなたももうあんなとこ登っちゃダメよ、分かった？はい。ほら男の子でしょ、もっとしっかりして。女だよ。え？うちのガキは女だ。ごめんなさい。ありがとう、お姉ちゃん。これ父ちゃんから。あの、これいただけません。取っといてくれ。結構です。取っとけと言ってるだろう。最中、最中って何ですか？モナカだ。でも最中って書いてある。モナカと読むんだ。はあ、最中っていうモナカね。モナカはモナカだ。でも黙って食え。おいしい。
暇を出されたんだって。そんなんじゃねえ、こっちから辞めてやったんだよ。長年働いたのに哀れだね。じゃあここで雇ってくれよ。いらねえよ、カゴかきでもやりな。はあ、いらっしゃいませ。どうぞ。あ、すいません。いかがいたしましょうか。うずらはありますか。うずらですか。1羽ならあると思うのですが。1羽、ここじゃではうずらは取れないんですか。ああ、私あまりよく分からなくてすみません。なら仕方ないか。何か適当に見繕ってください。かしこまりました。見ねえ顔だな。食べる人かい。いっぱい。すいません、旅ってほどではないんですが、木崎街道の先にある宿場から来ました。ああ、知ってる知ってる、わしも行ったことあるよ。いいとこだな。でもこの町にはかなわねえよ。私もそう思います。そうだろう。よし、ならわしがこの町を案内してるよ。いや、それがあいにく仕事が詰まってまして。じゃあいつまでいられんだい。3日後には帰る予定です。なんだよなんだよ、もっとゆっくりしとけばいいのに。女の子相手にそんなことしていいと思ってんの。こいつが上からダメなんだよ。女の子じゃない。だからなんかあった時のために俺たちが鍛えてやってんの。弱い者いじめだろ、どう見ても。じゃあ私のことも鍛えてくれよ。怖いのかい。お前なんか怖くねえ。あれ、お漏らししてんじゃないの。なんだと。やろうでもやっちゃえ。おいっかしゃー。このこのいじめっ子から助けてもらったんだって。そうなの、強かったの。こうふわふわって鳥みたいにトントンふわふわって。すごかったの、すごかったの。すいません。なんだよ、お子ちゃんの武勇伝聞かせてくれよ。いや、そんな滅相もないですよ。お子ちゃんって強いんだね。子供相手ですから。いやいや、ガキ相手でも大したもんだよな。そうやろ。お子ちゃんは何か心得でもあるのかい。まあ、踊りを少々。
おお、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 殺されたって話があっただろ。あれ死んだのはカゴカギだけじゃなかったんだとよ。誰が殺されたんだい。見回りの侍が何人かいなくなっててよ、やられたんじゃねえかって。やったのはやっぱり忍びか。多分な。気をつけねえとな。怖えな。俺に気をつけるんだ。マスオさん、また来るね。ありがとうございました。しかし、おかみも勝手だよな。何がですか。おかみが忍びを消そうとしてるって噂だぜ。そうなんですか。いやー、ひでえよな。散々使っておいて、いらなくなったら消すなんてよ、でも、そう簡単に忍びもやられないのでは。だな。同業愛哀れむってとこかい。俺は違うよ。歴とした萎縮だよ、萎縮。仕事がなくなってからブラブラしてるくせに毎晩飲みに来やがって。うるせえ。売り上げに貢献してんじゃねえか。実はよ、あの廃人の松尾芭蕉は忍びだって噂があるんだぜ。芭蕉は伊賀の出だろ。だいたいよ、奥の細道の通りに旅したとすると日に3里は歩かなきゃならない計算だ。芭蕉の年じゃ無理があるんだろう。本当ですか。あとよ、絵師の葛飾北斎も講義隠密だったって話もあったぜ。へえ、すげえな。俺もなろうかな、隠密に。バカ言ってんじゃねえよ、やめとけ。今度は本当に首切られんぞ。毒吐きやがって。今の話本当ですか。わしの空事だ。なんだ。話は面白い方がいいだろう。
おばちゃん、またね。ありがとうございました。喉乾いたね。喉乾いた。もう一軒、もう一軒。隣のばあさんがくれたんだ。大将がお裾分けだって。いただいたお魚の煮物です。さようか。よかったら一緒にどうだ。いえ、では一緒に食べよ。近頃はどう？いじめられなくなったよ。本当？私もお姉ちゃんみたいに強くなりたいな。私は強くないよ。あいつらやっつけてくれたじゃない。それでも強くない。勝負は強いやつが勝つのではない、勝ったやつが強いんだ。そういうもんだ。じゃあやっぱりお姉ちゃんは強いんだ。いかがいたしましたか？いや、何でもない。いじめっ子。お、どうした？母ちゃんが どうしてこんなになるまで放っておいた？医者に診てもらう銭なんてありませんよ。ですか、それは。姫木荘で煎じた薬湯。
吸が少し楽になるかも。ダメ、強い薬草だから何度も飲ませられない。じゃあどうすんだよ、助けてくれんじゃねえのかよ。あれ遅くなった、ほら先生早く。ああ、分かっておる。ああ、せかすな。この町の医者が払っていて隣町まで行っていたんだ。本当にいっぱい払うんじゃろうな。払う、しっかり見てくれ。ひとまず安静にしとれば大丈夫じゃろ。ありがとうございました。あんた医者の知り合いでもおるんかい。え、いえ。いや、ヒメキソウを飲ませるってのはいい判断じゃった。まあなんとなくです。ああ、お大事にな。じゃあこちら六門で。ありがとうございます。つまり木下藤五郎は黒羽衆のものではないと。ええ、そういった類の男ではないように思われます。木下は6年前戸隠の山賊討伐に加わり最も手柄を挙げた男だ。奴以上の手だれはそうおらんぞ。4年前この界隈を根城にしておった唐雲一族が突如姿を消した九段、覚えておるな。はい。木下がこの町に来たのもちょうどその4年前だ。奴は我らが握る唯一の手がかりなの。今しばらくは全ては里のためだ。よし。
お父もお母もいなくなった。人は必ず死ぬものだ。わしの両親も死んだ。わしもお前もいつか死ぬ日が来る。だからその日まで一生懸命に生きるのだ。母は亡くなったのになぜ泣かぬ。死んだ夫が僕は泣いちゃいけないって。泣きたい時は泣けばいい。あるがままでよいのだ。生きるとはそういうことだ。この町の外れにある池に行ったことはあるか。いえ。そばに小さな寺があって、月に一度そこにお参りに行く。池には水葵の花が咲いていて、それを見ていると心が静まるんだ。一緒に行ってみないか。明日二条橋で待っている。兄さん、なんかいい腹薬もないかね。でしたらおつらい、ご門で。ありがとうございます。いらっしゃいませ。スミノ、お前はこの九段から手を引け。え、明日里に戻る。市場を交えては冷静な見極めはできん。
まさか黒金衆に惚れるとはな。しばらくは町に戻ることは許さん。それに裏の仕事自体も。桐助の話は確かなのか。どういうことです。桐助の焼き餅ではないのかな。桐助は優秀な忍びです。こやつも優秀な忍びじゃろ。桐助の申すことに誤りはないと思います。住野、申し開きはあるか。いいえ。すみね、私信じてるから。すみねがそんな色恋にうつつを抜かすわけないって。ねえ、そうでしょ。あたし、スミネのこと本当のお姉ちゃんだって思ってるから。スミネがいなくなったらあたし、何を支えに生きればいいかわからないよ。わかってる。もうダメ。お酒飲んだらダメだよ、ちょっと。ダメ。ダメ。あの男に何か用かい？まだこの町にいたんだな。ちょっと用事ができまして。何の用だい？いや、薬の仕入れに来てまして。それじゃ急ぐんで。そんなに慌てんなよ。薬湯をお持ちしましょうか。スミノ、里の掟を忘れるな。さすれば
私の魂は常にそなたと共にある。そなたがどこにいようともな。私を今一度町へおやりください。馬場様は許してくださいました。スミノ、お前はあの男を殺せるか。あの男が我が里にとって生かしてはおけの男だとしたら、お前はあの男を殺すこととなろう。それができるのか。はい。よかろう。ならばお前は今一度町へ行け。ありがとうございます。いいから酒だ、酒持ってこい。もうやめときなよ。酒だよ。酒体に悪いからね。お紅ちゃん、東五郎さん、なぜだ、なぜいなくなった。ごめんなさい。なぜだ。大丈夫ですか、東五郎さん。大丈夫ですか。着替えをお持ちします。もうどこにも行くな。そなたに聞いてほしいことがある。わしは表向きは見回りの仕事をしているが、まことは忍びを滅ぼす任務を受けた黒羽衆の者だ。10年前、わしの妻は忍びに殺された。
お仕事が決まったのに浮かないご様子ですね。さようか。危ないお勤めなのですか。なぜだ。妻の勘です。案ずるな、ただの見回りだ。今日は冷えますね。ああ。よいよ。さすがにわしの子だ。すぐに泣き止んだ。全てを知ってもらいたかった。
いや驚いたの、なんのなんつうかこう猿みたいに木から木へぴょんぴょん飛び跳ねていったのさ。猿かい、煙を出して姿くらましたりコウモリに化けたり、そういうのはどうなんだい。いやそういう感じじゃなかったんだよな。人とは思えない動き、あれが忍びなんだって妙に納得しまったよ。はあ、忍びか。そやつらをどこで見たの。そこの参道で今しがたです。はあ、どっちへ行った。木原山の方。すぐ近くじゃないか。おい、何だい、何だあいつ。いつもどんな顔してるんだろうね。いや、どんな顔だろうな。あんたが黒羽さんかい。貴様、忍びか。だったらどうよ。似合うだろ。何しに来たの。スミネが心配だったからさ。お頭の指示。そうだよ。分かったからもう帰んな。あいつら私らでやっちゃおうよ。話を聞き出せとかまどろっこしいんだよね、そういうの。どいつもこいつもやっちゃえばいいでしょ。もう帰って。え、勤めは果たす。里の掟も忘れない。だから掟なんてどうでもいい。何百年も掟掟ってそればっかくだらない。すみね、石川五右衛門って知ってる。三条の河原で釜茹での刑にされた盗賊。五右衛門は伊賀の抜け人だった。私もこの世に名を残すぐらいの盗賊になろうかな。スミネーと一緒に。バカなこと言わないで。私はスミネーがいればいいんだよ。カラスを一匹片付けた。話は簡単。邪魔なカラスは駆除をすればいい。こっちがやられる前にね。里に帰ったらまた一緒に寝ようね。小さい頃みたいに。それは忍びの仕業なのか。ラウヤから話を聞いて山に向かったそうだ。手柄を独り占めしようとしやがって。間抜けなやつだ。お前らも気をつけておけ。おめえのこそな、あまり入れ込むなよ。飲み屋の女だ。やつは忍びだ。お前も感づいてるだろう。ただもんじゃねえ。口を割らせてさっさと殺してしまえ。それとも、その前にわしが手ごめにしてやるか。あんまり次に乗るなよ。
わしの妹が殺されたのは貴様のせいだ。おれ忘れるな。我々の任務を。おい、ラウヤ。はい。おめえ、山で忍びを見かけたそうだな。その場所へ案内してくれないか。どうしてですか。忍びを見つけ、里の場所を吐かせる。そうすりゃ、助かるもんがたくさんいるんでな。この辺りなんですけどね。そうか。黒羽はこの町の人に化けてるって聞いてるんですけど、あんたもそうじゃないのかい。だとしたらどうする。駆除するよ。餌を求め山から降りてきた獣のようだな。お前らの里はどこだ。死んでも言うか。飲み屋の女は仲間だな。言わねばお前も飲み屋の女も殺す。教えれば二人とも助けてやる。お上に見放されたお前らもうおしまいだ。二人で里を抜けて気楽に暮らせ。本当に見逃してくれるのか。ああ、約束しよう。獅子から峠の北側、東へ八里ほど行ったところだ。よし、行け。里の所在分かった。行くぞ。場所さえ分かればあんな小娘一人どうでもいい。任務を遂行するのだ。
どうだ、逃げろ、おい、どうだ、敵だ、逃げろ、だぞ。異界より舞い降りし漆黒の船、異界に常闇を将来せ、里より選ばれし道人、深海の森へと誘う。里のため血を混ぜることなかれ、血を絶やすことなかれ。さあ逃げろ。
しは常にそなたと共にある。
親方様、鯉の餌をお持ちしました。うん、先ほど知らせが参りました。なんだ。黒羽衆が全滅とのこと。おお、構わん、彼はいくらでもおる。あなたの代わりも。